はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回は、金麦黒と麦とホップ黒。どっちがうまいか、飲んでみようということで。ね。はい。もう大体、血管も見えて、もう見えてるんですよ。もう血管見えてるんですけどね。まあね。飲み比べということで。もう大体もう、結果見えてるんだけど、まあ、飲み比べましょうか。まず、金麦から。うん。もう甘い。ものすごく甘い。なんか、もう甘い。もう嫌になってきた、この甘さ。昨日飲んだんだけど。麦ほくろ。うん。ああ、やっぱ全然甘くないね。うん。こっちの方が、なんだ。香ばしいっていうか、ほろ苦い。うん。全然苦くない。苦くないじゃない。甘くない。うん。うん。あ、うまいわ。全然こっちの方がうまい。やっぱ麦穂の方が全然うまいわ。うん。これ甘い。なんか、甘味料みたいな甘さ。なんか、やだこれ。もうやだ。飲みたくない。俺もう飲みたくないわ、俺。なんかさ、ほろ苦さとさ、甘さがさ、調和してさ、なんかさ、気持ち悪くなってくる、なんか。なんでほろ苦いのに甘いのって。なんか、俺コーヒーの、甘いのってあんまり好きじゃないんですけど、うん。基本砂糖入れないんですけど、それに似てる、なんか。ただね、コーヒーはね、ブラックのね、缶コーヒーはね、ブラックはまずいんだよ。缶コーヒーは微糖が一番美味しいんだけど、普通のドリップした、なんか、スタバとか行った時とか、あとセブンイレブンの、ドリップコーヒーってあるじゃないですか。あれ飲むときは、全部ブラックで飲んでるんですよ。そっちの方が美味しい。だからそれに似てる。まずい。なんかほろ苦い、ちょっとほろ苦いんだけど、うん。やっぱね、ほろ苦さもね、こっちの方が上ですよ。こっちの方がほろ苦い。なんか。黒ビールとしての、うん。ほろ苦さも、うん、苦い。うん。ただこっちアルコール度数 6% で、こっち 5% なんです。ちょっと違うかもね。うん。そこも結構違うけど、うん、でもやっぱまずいな。まずい。麦ほくろは、原材料が発泡酒、かっこ麦芽とホップと大麦とスピリッツ、かっこ大麦なのに対して、こっちが、発泡酒、かっこ麦芽とホップと糖類とスピリッツ、小麦なんですよ。結構違うね。結構こっち大麦使ってるんだわ。麦とホップは。うん。こっちは小麦なんですね。あと糖類使ってるっていうのもあるし。金麦の方はね、なんかね、
こっちはね、なんか、苦味がシャープなんだよ。うん。ああ、そう考えると、やっぱり麦とホップ黒うまいな。うん。ああ。やっぱ第三のビールは、金麦はもうダメだね。初期の頃飲んでたんだけど、でももう今いろいろ飲んだ結果、多分金麦はちょっとないな。やっぱ糖類入ってるのはでかい。ああ、全然甘さが違う。もうはっきりわかるもん、こっち甘いって。うん。後味になんか甘い。うん。こっちは全然そんなんない。うん。やっぱビールに糖類入ってるっていうのはちょっとおかしな話ですよ。やっぱり。うん。わざわざ糖類を入れるっていう。ね。糖質があるのはわかるんですよ。うん。糖質っていうのは、あるのはしょうがない。だって麦使ってんだからね。まあ、ここに書いてあるけどね。糖質ってさ、エネルギーとかのやつでさ、糖質とかって書いてあるでしょ。うん。糖質はあるのは仕方ないんですよ。うん、糖類をね、わざわざ孵化させてるっていうのはちょっとおかしな話ですって、やっぱり。ビールなんだからさ、なんでわざわざお前砂糖加えてんだよって。うん。話よ。気持ち悪い。気持ち悪い。味が。まずい。ということで、まあ、麦とホップ黒の圧勝だな、これは。麦とホップの勝ち！ということで、ご視聴ありがとうございました。